さ、5歳になったばっかだけどさ、最近なんか悩みがあるの？うん。何？肩がさ、うん、凝っちゃったりとかしちゃった。え、まあ、待って、え、今5歳だよね。え、5歳で肩凝るってどういうこと？肩が凝っちゃったの。ああ、ね、まあよくさ、カイトもさ危ないことするじゃん。うん。でママもね、カイトちゃんとした立派なね大人になってもらいたいからさね、それはまあ注意もするよ。まあ注意しすぎかもしれないけど、まあ多分私もその小学生の時にまあ比較的肩に力が入りやすくねなってたのね。こんな肩が四角になっちゃうような感じで、だからすごく多分似てると思うんだよ、ママと考え方がね。うん、うん、だから怒られたりすると、あと緊張しちゃうと肩に力入っちゃう。いや、ママと同じだ、ママと同じだから。で5歳のさ肩もみってさ、まあやってくれるとこもあんまりまずないだろうし、だからさちょっとさこれやってみない？カイトチャンネル。カイちゃん、これなーに？これ肩マシーン。そう、肩もみマシーンね。これアマゾンでママ2年前ぐらいに買ったんだけど、ママもどうしても肩が凝っちゃうから、あ、まあその度にさ、なんか肩もみ整体院とかね行ってもいいんだけど、まあ、お金もかかっちゃうし、まあ、予約もあるから、あと夜中とかだと、まあ、なかなか女性一人だと行けないし、まあ、やってないとこもあるから、だからいつでも家でできるようにね、多分当時アマゾンで5000円ぐらいしたと思うんだけど、肩だけのマッサージ機を買ったのよ。まあこれね、まあ整体に比べるとそれは整体院とかの方がいいけど、でもないより全然いいのよ、マシになる。うん、だからさ5歳でさ肩こりなんか してる子まずいないじゃん。肩凝ってる子なんかいないじゃん。今も母ちゃん肩凝ってるよ、肩に力入ってるよ。ふうってとくん。そう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 。ね。さあ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 。さあ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 。やりすぎかいちゃん。ね。だからさ、5歳でさ、肩凝ってると、整体院でもやってくれるかちょっとわかんないし、肩もみマシーンあったじゃん？それやっぱさすがに5歳は身長が合わなくてね、首んとこまで届かなかったから、肩力入ってるよ、かいちゃん。肩力入ってるよ。そうだね。だからちょっと肩もみマシーンちょっとやってみない？やってみる？うん、うん、やってみよう。ちょっとやりますね。うん、まずこれコンセントを入れて、はい、じゃあこの上にカイト乗って。はい。でカイトさんに肩もみマシーンに腕を通してもらいます。どうして？ちょっと、まあ、落ちちゃうんで私が支えるんで、電源ボタンを見ます。ピッ。あー、出てた、出てた。Yeah.
したん、なんでこうなっちゃったん、お絵描いてどうしたん、どうしたん、痛い？あ、もう終わり？限界？止めようか？止める？どうでした？ちょっときつかったですか？一番前にそう置くとさ、かいちゃん口見たくなっちゃう。冷たい？これ温感だけどな。冷たくなるはずないと思うんだけど。冷たいの？そうじゃなくて、こちょこちょってすると口冷たいの。そうなの？違うね。じゃあもうこれで終わりでいいかな。もっとしたいの？もっとしたいの？できるの？あ、腕入れます。あ、ごめんね。しかも外れたし。こうすると思う。はい、どうぞ。え？冷たいの？コンセントだ。コンセントか。どうだった？すごく冷たかった。冷たいの？これ。冷たくない？ちょっとこちょこちょすると、ちょっと口冷たくなっちゃう。あ、そうなの。やっぱこちょこちょされてる感覚なんだ。で実際肩どうなった？良くなってきた？じゃあよかったよかった。じゃあね、また肩が凝っちゃった時はこれ使おうね。まあもうこれからついつい怒っちゃうけど、優しくね、できるだけ優しく言うようにするからさ。ね、ごめんね、かえちゃん。ママのこと許してくれる？チャンネル登録お願いします。はい、カイタチャンネルでした。みんなバイバイ、さようなら。あいつぃーらーバイバイ、みんなバイバイ。